We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. はい、どうも皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日もね、おっちゃんのゆるい動画の時間です。それで今日はね、6月の4日日曜日になります。日曜日はね、皆さんと交流するためにね、私はこっちの、サーキットガレージの方でいます。こちらをね、公開してます。もしよかったらラジコン天国徳島でね、検索してやってください。それでね、いろんな方がね、県外からも来ていただいてね、楽しく過ごしてます。それでこちらの方はね、車、この日によってね、展示してる車をちょっと変えてるんですけど、車展示してます。それで車とかね、バイク乗って、愛車乗って、見に来ていただいてる方ね、本当に多いんですよ。それで楽しい楽しい会話してね、もうめちゃくちゃね、おっちゃん癒されてます。それでね、今日は何するんっていう話なんですけど、最近ね、2日前に台風が来たんですよ。徳島ね、皆さんいかがでしたか。台風大丈夫でした。それでね、もうめちゃくちゃすごい雨でね、その前もずっと天気がもう悪い日が続いててね、でずっとねラジコン最近してたんですよ。ラジコンおっちゃん、そしたらねラジコンにね、どっぷりハマっちゃいました。ラジコンはね、今までね、商売として、20年前にラジコン屋さん作って、ほんで18年ぐらい前かな、 IT の会社作って、それで日本の柱でずっとやってきたんですけどね、それでラジコンはどっちかって言ったら、やっぱり商売みたいな感じだったんですけどね、今回ね自分がいろんな分野に手を出しました。クローラー、肉取り、四駆取り、ツーリング走行、レースみたいな走行とかね。そしたらね、めちゃくちゃ奥深いんですよ。それで自分のね知識が中途半端っていうのもね、すんごく実感しましたしね。それでね、最近ではねめちゃくちゃラジコンにハマってます。一度ねやってみてみてください。これね、いろんな分野があるんですよ、本当にね。実写チックにクローリングで、例えばバーベキューしながら遊ぶラジコンとか、ドリフト走行するとかね、本当にね奥が深くてね、今ねちょっとクローリングにはまってるんですけど、このクローリングは何かというと、こうタイヤの動きとか、サスペンションの動きがね、実写みたいになるようにね今頑張ってやってます。そんな感じでね、かなりね、ちょっとオープニングトークがねあっちゃいきこっちゃいきしてきてるんですけど、今日はね、私の密着みたいな形でね、こちらにはね車とか愛車バイクをね、毎日こう日替わりで展示してます。それで、日曜日はいつもこっちで、私おりますと言うたらね、県外からも遊びに来ていただいたりとかね、本当にありがとうございます。おっちゃんね、いつもここでいますんでね、もしよかったら皆さん毎週おりますんでね、遊びに来てください。それで大体ね、この辛い位置を突き止めていったらね、タイヤが干渉するとか、いろいろあるんですけど、そういうのをね、ギリギリまで攻めていっていったらね、めちゃくちゃ奥が深くてね、でちなみにこの GTR はね、これリバーティーウォークの加藤さんの会長さんの息子さんが乗ってるやつをちょっと真似して作ってみたんですけどね、リバーティーウォークのこの加藤さんのはオーバーフェンダーが白で、リップが緑なんですけど、今回はねちょっともう黒で、ちょっと塗装してみました。こんな感じでね、これをちょっとドリフトマシーンにしようかなと。それとあとはね、クローリングでね、クローラーでこうしなやかに動くね、それもね作っていったり、あとエンジン会やったり、今日はねもうそれでね、今日日曜日なんですよ。日曜日はね常連さんが来ていただけるんでね、それでねまた一緒にラジコンして遊んだりね本当にねこのおっちゃん遊ぶばっかりです。それでね、天気がねスカーッと晴れて、日曜日はね、大体ここで いるんですけど、それ以外はねまた車バイクもいじっていきますんでね、車に興味のある方で私のチャンネル登録していただいてる方はね、ちょっとラジコンまた別分野かなと思うんですけど、それとかバイクでね、ゼファー750とか CB400 フォアで、私のチャンネル登録していただいてる方はね、本当にちょっとだいぶずれちゃうんですけどね、こういう一面もあるというんでね、もし、よかったらね本当お付き合いして見ていただいたらと思ってます。今日はね、日曜日でね、6月の4日なんですよ。それで常連さんがね、10時半ぐらいから来てくれるかな。ほんで一緒にね、わーわー最近めっちゃおもろいんですよ。というわけで、今日も一日楽しみます。
いかがでしたでしょうか。今日はね、もう本当にね、撮影をできてないシーンの方が多かったんですけどね、もう本当めっちゃ楽しかったです。もう本当に楽しかったです、今日ね、皆さん本当にありがとうございます。まあこんな感じでね、日曜日はね、だいたいここでおります。皆さんよかったらね、遊びに来てください。県外の方も大歓迎でございます。それで、だいたい日曜日はね、私がいなくなる時間がね、1時間半ぐらいあります。それはね、1時から1時間半ぐらい、まあ2時1時から2時ぐらい、まあ2時半ぐらいかな、まあ1時間半ぐらいはね、ちょっと昼食で、抜けます。それでどうしてもね、その時間でないと、例えば県外の方で来られ、まあここに来れないとかいう方がおいでたらね、また行っていただいたら、もうその日はここで弁当を食べながらね、楽しくここで遊んでますのでね、もしよかったらね、こんなおっちゃんで、ですけどね、遊びに来てください。こちらにはね、また車とかね、日替わりで、バイクも展示したりしてますんでね、また車とかね、バイクの楽しい話がね、できたら、めちゃくちゃ嬉しいです。というわけでね、今日はね、おっちゃんの一日密着でしたけど、もしね、こんな緩い動画ですけど、よかったらグッドボタンお願いします。それとまたチャンネル登録していただいて、次の動画でお会いできればめちゃくちゃ嬉しいです。今日はね、ラジコンでした。さようなら。動画最後までご視聴いただきありがとうございます。いいね、高評価、チャンネル登録もよろしくです。ではまた明日お会いしましょう。さようなら。おっす。